キ天ンリ信は、福岡県福岡市南区出身の元大相撲力士。本名は持丸高信、モちマル・タ中学生時代は、地元の福岡市内で、九州場所が開催されるたびに、立浪から、毎日のごとく、呼びかけを受け、この熱意に動かされて、入門を決意。2000年3月初土票。同期生として、若の島や紀穂の海がおり、30歳を目前としていた。 時期には、晩生型の力士である彼らに対抗意識を燃やすようになった。幕下で足踏みするが、大相撲やお帳問題による大量引退もあり2011年5月の技量審査場所で、東幕下10枚目で4勝3敗で重量に昇進。新重量の場所は中盤まで6勝4敗だったが、その後も連敗して負け越したものの残留。しかしよく場所も負け越し、 幕下に陥落する。2012年7月の4番相撲で、左肩鍵盤断裂の大怪我をして、以降休場を続け、2013年3月場所で、復帰した時には、序二段まで落ちていた。復帰場所は3番相撲で川下に破れてしまい6勝1敗だったが、この場所は、序二段で全勝者がいなかったため、6勝1敗9人による、トーナメント方式の優勝決定戦に進出。 一回戦で玉光に勝ち、二回戦は、九次運翼不戦勝、三人による、とも戦形式で行われた、決勝戦に駒を進めたが、後輩の絹の波に敗れ女二段優勝とはならなかった。同年、九月場所で、東三段目十六枚目の地位で六勝の、好成績を上げたため、後藤所場所の翌、十一月場所には幕下に復帰した。しばらくは、 幕下と三段目の往復が続いて2015年、三月場所には幕下で七戦全敗を喫して、翌、五月場所は三段目に陥落以降は勝ち越しを続け、十一月場所には三年余り以来の幕下15枚目以内に復帰する。2019年三月場所十三日目の取り組み後に引退を表明、同年五月四日には両国国技館で断髪式を行う予定であったが、 その後引退表明を事実上撤回して、同年、7月場所から土俵に復帰した。同年、11月場所は全休し、同年12月27日に腰のヘルニアの手術を受けた。2020年、1月場所と3月場所も休場し、同年、7月場所から4場所ぶりに土俵に復帰した。2020年11月場所13日目に、日本相撲協会に、 引退届を提出し、受理された。引退後は、タクシー運転手になる意向を示している。ありがとうございます。